質問です。日本のマスクを外すのは何がきっかけになると思いますか？マスクを外すことの義務化でしょうか？私はずーっと言ってますが、一生マスク社会が続くと言ってます。外さないと思います。これが私の考えですね。私が外れたらラッキーぐらいの思ってる。でもそれラッキーだと思ってるから。この前も日本医師会のやつ言ってたけど、5類になろうが世界でマスクを外すっていう風な政策がどんどん組み入れられてますが、日本は外すべきではないって言ってますから、それをみんな聞くと思います。でもマスクしてる方が嬉しいと思ってる人が日本人多いから、自分の顔見せなくていいし、化粧もしなくていいし、コミュニケーション取んなくていいし、コミュニケーション取るときもバレないと思ってるから、とにかく自分の姿を隠すことが大好きな日本人は。コミショやから。全員コミショやから。なので、うん、みんな外したくないと思う。人相も読まれない。うん、そうそう。だから、外すことを義務化することはないと思うので、どうしようもないと思う。みんなつけ続けんじゃない。アメリカなんてさ、なんかネットニュースになってたけど、マスクは見栄え上問題があるから外すことを推奨するようになりだしたらしいよ。そんな日本人できるわけないもん。逆にまた自由って話で元に戻っちゃうと思うから、もうマスクみんな外さないよ。もう俺は諦めた。ああ、去年もう諦めたっていう感じやね。